はい、続きまして、はい、やかん。日本テレビの辻岡義堂と申します。本当にお疲れ様でございました。王者として守るのではなく、王者として攻める、王者として挑戦する、改めて羽生選手にとって挑戦とは何なんでしょうか。ありがとうございます。挑戦ですね、まあ、きっと別に僕だけが特別だとは何も思ってなくて、別に王者 だったからとかじゃなくて、みんな生活の中で何かしら挑戦してるんだと思います、それが大きいことだったり、目に見えることだったり、報道されることだったり、それだけの違いだと僕は思っていて、それが生きるってことだと僕は思いますし、守ることだって挑戦なんだと思うんですよね。だって守ることって難しいなって思いますし、大変なんですよ守るってだって家族を守ることだって大変だと思いますし、何かしらの犠牲だったり時間が必要だったりもしますし、だから何一つ挑戦じゃないことなんて存在してないんじゃないかなと。それが僕にとって 4A だったり、このオリンピックというものにつながっていたり、ただそれだけだったかなと。だから僕も挑戦をすごく大事にしてここまで来ましたけど、皆さんもなんかちょっとでもいいから、あ、自分挑戦してたんだなとか、あ、それって羽生結弦はこんなに褒めてもらえてるけど、実は褒められることなのかなって、自分のことを認めて、認められるきっかけになってたら嬉しいなって僕は思います。ありがとうございます。織山さん、お願いします。どうもお疲れ様でした。挑戦したオリンピックの演技、冷静に振り返ってみて満足度ってどのくらいなのかなって、とあと4回転アクセル、自分の今の4回転アクセルはできたと言ってますが、これからじゃあ何をモチベーションにするか、モチベーションを見つけていきたいっていう思いはあるか、この2つちょっと聞かせてください。らしい質問ですね。ありがとうございます。まず冷静に考えて自分の演技どうだったかということを、まずショートプログラムから。ショートははっきり言ってすごく満足してます。ショートプログラムって最初のジャンプミスをしてしまったり、まあ、何かしらトラブルがあったりとか、まあ、氷になんか嫌われてしまうことっていうか、なんかカコってなったりとか、実際転倒じゃなかったり、ミスにつながらなかったとしてもカコってなることはたまにあることではあるんですね。でもその中でもその後崩れずに、ちゃんと世界観を大切にしながら自分が表現したいことプラスいいジャンプを飛べたっていうことは、そういう点ではすごく満足しているショートでした。そして、フリープログラムはもちろんサルコージャンプミスしてしまったのは悔しいですし、まあ、アクセルもできれば降りたかったなって正直思いますけど、でもなんか、なんか上杉謙信っていうか、自分が目指してた天と地とっていう物語というか、自分の生き様っていうか、それにふさわしい演技だったんじゃないかなって思うんです。冷静に考えたとしても得点は伸びないですけどね、どうやったってシリアスエラーというものが存在していて、そのルールにのっとるとやっぱり PCS は出ないので、どんなに表現うまくても、どんなに世界観を表現したいって思っても、それが達成できたと自分の中で思っても上がらないのは分かっているので、まあ、それは冷静に考えたら悔しいことではあるかもしれないですけど、僕はあのフリープログラムもプログラムとして満足しています。
モチベーションについてなんですけど、そうですね、正直な話、今まで 4A を飛びたいってずっと言ってきて目指してた理由は、僕の心の中にいる9歳の自分がいて、なんかあいつが飛べってずっと言ってたんですよ。でずっとお前下手くそだなって言われながら練習してて、でも今回のアクセルはなんか褒めてもらえたんですよね。一緒に飛んだっていうか、気づいてくださらない方も、まあ、ほとんど気づかないと思うんですけど、実は同じフォームなんですよ、9歳の時と。ちょっと大きくなっただけで、だから一緒に飛んだんですよね。なんかそれが、自分らしいなって思ったし、何より 4A をずっと探していく時に最終的に技術的にたどり着いたのがあの時のアクセルだったんですね。でなんかずっと壁を登りたいって思ってたんですけど、いろんな方々に手を差し伸べてもらって、いろんなきっかけを作ってもらって登ってこれたと思ってるんですけど、最後に壁の上で手伸ばしてたのはなんか9歳の俺自身だったなって思って、で最後にそいつの手を取って一緒に登ったなっていう感触があって、なんかそういう意味ではなんか、羽生結弦のアクセルとしてはやっぱりこれだったんだってなんかなってるんですよね。納得できてるんですよね。だからまあそれがモチベーションとしてこれからどうなるかっていうのはちょっと分かんないですけど、まだ3日しか経ってないんで、4日しか経ってないんで分かんないですけど、でも正直今の気持ちとしては、あれがアンダーだったとしても転倒だったとしても、やっぱいつか見返したときに、やっぱ羽生結弦のアクセルって軸細くてジャンプ高くてやっぱ綺麗だねって思える誇れるアクセルだったと思っています。はい、はい、続きましてご質問の方。